救難信号はこの辺りだ。急げ。糸を出す怪物がいるはずだ。油断するな。なんだあれは。不気味なネットだ。怪物が作ったのか。おそらく巣があるぞ。ネットの上に仲間がいます。助けるぞ。ネットを破壊しろ。他にも生存者がいるはずだ。探せ。怪物だ。こいつがネットを作ったのか。駆除しろ。気をつけろ。奴が来るぞ。消息を絶ったチームは8名だ。探せ。怪物の巣だ。破壊して囚われた者を救助しろ。司令長、感謝します。ネットを作る怪物アラネアです。糸で獲物を捕らえ巣に貼り付けていく習性があります。ネットを破壊すれば捕らえられたものを救出できます。もし糸に捕まった場合はアラネアを倒すことで脱出できます。ネットに捕らえられても攻撃はできます。諦めず撃ち続けてください。おじけづいたか。思う。アラネアはネットを作り獲物を待ち受けます。行動範囲が狭く移動しないため比較的被害の少ない怪物ですが、しかし糸の強度はベータ型を上回っており、交戦した部隊に多くの犠牲が出ています。俺も戦う。仲間を助けてくれ。まもなく戦闘になる。さあ入れた。震えが止まらないの。震えが止まらないの。注意しろ。敵が近くにいる。よっしゃ。早く交戦しましょう。敵の反応が近いぞ。油断するな。さあ入れた。死後は終わりだ。怪物がいるぞ。糸に気をつけろ。探してくれ。生きてる。ガンマ型の怪物です。地中からガンマ型の怪物が出現。ガンマ型が来るぞ。研究部の主任がとんでもない武器を次々と作ってるらしい。噂は聞いてる。味方に天才がいる。心強いな。敵の気配です。フロン X。 敵に近づくぞ。レッド。ここから先は一瞬の油断が命取り。戦闘準備できています。敵が近くにいる。早く交戦しましょう。安全装置を外せ。狙いをつけろ。各員警
てる。助けてくれ。ガンマ型です。地中から出現しました。地中にまだいたか。ガンマ型が来るぞ。ここから先は一瞬の油断が命取りだ。近いぞ。敵は近いぞ。まもなく戦闘になる。安全装置を発せ。ここから先は一瞬の油断が命取りだ。敵に近づくぞ。白銀警戒。敵に近づくぞ。ギリギリだった。オンに切る。敵の射程内に入るぞ。注意を警戒。安全装置解除。
まだ戦える。怪物を駆除しよう。まだ遠い。射程に入るまで待て。死ぬなよ。いいぜ。任務を果たすぞ。任務に集中しろ。警戒しろ。EDF は仲間を見捨てず、全員で戦う。そうだ。分かったな。さあ、イエスだ。俺たちに退路はない。やってやりますよ。先は一瞬の油断が命取りだ。やるぞ。イエスだ。始まるぜ。必ず生き残ってやるぜ。もうすぐ戦闘になるぞ。死後は終わりだ。やるぞ。フラン X、 安全装置解除。注意を警戒。戦闘準備できています。敵の射程内だ。敵の反応が近いぞ。油断するな。昨日言ったこと、安全装置解除。覚えてるよな。絶対だ。フラン A だ。敵を倒すのは俺だ。敵の気配です。フラン B だ。背後にも気を取れ。自分を信じろ。そして浄化を闘争心を失うな。勝つことだけを考えろ。こんなことなら真面目に訓練しておくんだ。左右を監視しろ。今のうちに弾丸を装填しておけ。世界一うまい料理を作れ。確かに注意を警戒。仲間を兄弟だと思え。こんな状況でも戦う。俺たちに退路はない。本にもそう書いてある。ひたすらに進め。 EDF は仲間を見捨てず、全員で戦う。分かったな。敗北が許されない戦いだ。銃の点検は終わっているな。気を緩めすぎるな。了解しました。敵の射程内に入る。俺たちに退路はない。覚悟はいいか。ひたすらに進め。戦闘に備えろ。もうすぐ戦闘になるぞ。もうすぐ戦闘になるぞ。戦場に入った。安全装置を発射。周囲に気を配れ。プラン B だ。
注意を警戒。次は俺に任せてください。悪人警戒。安全装置を外せ。もうすぐ戦闘になるぞ。弾丸を装填しておけ。注意しろ。無駄にすんな。殲滅完了。先行隊が戦闘中だ。行くぞ。怪物を駆逐しろ。揺れを感じます。地球に怪物がいるようです。もういい。危険だ。戻れ。怪物駆除を続けよう。駆除の手が足りない。協力してくれ。振動を感じる。地中に何かいるぞ。
イエスサー、チームに入れてもらうぜ。前進、やってやる。見つかりました。始めようぜ。敵が近づいています。いよいよ終わった。石膏が孤立した。救助しろ。前方の山の上だ。あの山の上か。山頂に仲間がいる。救助するぞ。これがバトルだ。戻れない。助けてくれ。みんなで繰り出そうぜ。俺もそう思う。どうしてここにいる。つまり好きってことだ。次はもっと高く。
油断するな。次は俺に任せる。早く調整しましょう。有望だと思ったが、だが可能性を広げていけばいつか。フェンサーこそ最強の兵士だ。敵対兵が来るぞ。なんて大軍だ。構えろ。ケムラ、射撃用意。ブルージャケットの力を見せてやれ。攻撃しろ。突っ込
込んでくるだけの相手だ。撃ち放題だぞ。敵弾兵め、攻撃兵の前では無力だと教えてやる。密集している奴をね、まとめて撃ち捨てません。ケムラーがある。近づく前に処理してやる。火を恐れず進んできやがるぞ。この獲物だ。ゾンビ映画の次以降になった気分だぜ。バッドエンドじゃないといいな。近づかれたら終わりだ。撃ちまくれ。グレネードを撃て。あまりごと爆破しろ。乱戦になったら最後だ。近づかれる前に止めろ。新型船は市街地上空で着陸船らしきものを切り離しています。着陸船？着陸船に乗っていたのはルーガンやローガンです。者を確認。やはりこれは偶然ではない。そう考えるべきでしょう。了解しました。
敵戦からエイリアンが降下してくるぞ。タンク、展開を急げ。ミッシュの相手だ。慎重に戦え。こちらタンク、壁を作るぞ。小型船が分離しました。エイリアンの着陸船だ。タンクが壁を作る。歩兵は後方から攻撃しろ。新しいエイリアンか。なんて不気味な姿だ。ダメだ、やった、化け物だ。化け物なんて言葉じゃ足りない。もっと邪悪な何かだ。奴らは呪われてる。押し消すか。やるぞ。戦士の誇りを忘れるな。勇気を振り絞れ。プロテスカラがただの生物だ。小型船が分離したぞ。各自戦闘用意。
着陸艇を切り離しています。奴らがまた来るっていうのかよ。耐えられない、頭がおかしくなりそうだ。エイリアンを押し返せ。ここで食い止めろ。恐ろしい、来る、奴らが来るぞ。呪われてる、俺たちは呪われてるんだ。恐怖でおかしくなった奴がいる。誰かよこしてくれ。戦力を温存できる状況ではない。全戦力で応戦する。コンバットフレーム、いけるか。奴らと戦えるのは俺たちだけだ。周囲を縦断して戦場へ向かう。補給はあとだ。我々も行くぞ。我々も行ける。
士として非常に優れているというしかありません。これこそがプライマーという種族なのかもしれません。このエイリアンを相手に戦い続けるのは難しいぞ。対策を検討中です。以後このエイリアンをクルールと呼称します。神話の怪物の中、横行な名前をつけるな。兵士が怯える。強大な力を持つエイリアンか。戦いは厳しくなる一方だ。敵の砲撃チームを捕らえたぞ。接近して叩け。砲撃が来るぞ。すごい武器だ。敵の狙いは正確だ。止まればやられるぞ。動き続けろ。敵の武装は長距離砲だ。30キロ離れた地点を正確に狙い撃つ。だがあくまで拠点攻撃用の戦略兵器だ。動く物体を狙うには適さない。奴らに乱戦の恐ろしさを教えてやれ。なんて邪悪な姿だ。こいつがクルールか。不死身だと聞いたぞ。どうするんだ。恐れるな。撃てば倒せる。されたクルール部隊が進行を開始。各地で戦闘が始まっています。大層な故障のせいで兵士が動揺している。名前に意味はありません。兵士にそのことを徹底してください。攻撃を予測していたか。
新型だ。慎重に戦え。データが必要です。武器の特性を把握するため戦闘を長引かせてください。邪神だ。奴らは生物に過ぎない。変わった姿のな。複数の基地がクルールの攻撃を受けました。いずれも物資、人員を集めた重要拠点です。敵は明らかにこちらの行動を理解し裏をかいています。我々の情報を知っている。クルールには何らかの秘密があるということか。敵船発見。敵の着陸船だ。来るぞ。地上部隊備えろ。敵の砲兵を確認。護衛部隊に守られています。護衛を排除し砲兵を倒せ。敵の武器は強力だ。距離を取れ。いえ、むしろ接近してください。あの武器は射程距離と破壊力に優れていますが、発射までに多少のタイムラグがあるようです。発射の準備時間をはっきり視認できる距離にいるべきです。よし、あの武器は万能ではない。隙を狙え。奴らの兵器は強力だが、それだけで勝敗が決まるわけではない。戦場の現実を教えてやれ。こちら R3、怪物ライフル班です。戦闘に参加します。頼むぞ。こちらフェンサー、俺たちなら敵の砲撃に耐えられる。シールドを過信するな。危険だ。見殺しにはできない。行くぞ。クルールの攻撃でアラスカのベース6が壊滅しました。
んだと？地下施設の存在を敵がなぜ？ベース6の存在は A クラス機密情報です。カモフラージュも機能していました。限られたものしか知らず、上空からの発見も不可能。敵の攻撃目標になるはずがない。敵がどうやって情報を得ているのか、それを知らなければこの戦いには勝てないかもしれません。敵船はこの町を怪物だらけにする気だ。そうはさせるか。投下された怪物を排除するぞ。地球侵攻軍の第二部隊か。敵が降りてくるぞ。警戒を続けろ。歩兵はタンクから離れるな。危険だ。下がれ。左にデルタがいる。合流しろ。急げ。こっちだ。タンクに構うな。行け。小数での戦闘は避けろ。
合流して迎え撃て。急げ！デルタと合流しろ！誰よりも度胸。こっちだ、急げ。前方にイプシロンがいる、力を借りよう。敵戦です。敵戦からアンドロイドが出てきます。高機動型が来るぞ。恐ろしい敵だ。絶対に生き残るぞ。分散したままでは確固に撃破される。集合しろ。イプシロンと共に迎え撃て。イプシロンは前方だ。危険だが行くぞ。前方だ。敵だ。イプシロンと合流する。しがりは引き受ける。イプシロンと合流しろ。合流しろ。
コンバットフレーム、グラブス、行けるぞ。こっちだ、急げ。ここで応戦する。全員で守りを固めれば生き残れる。いいな、イプシロンと合流するぞ。生きて帰るぞ。グラビス型ヘビーコンバットフレームだ。装甲はリックス型以上だぞ。追加します。アンドロイドを投下。敵が来るぞ。コンバットフレームから離れるな。守りを固めて敵の接近を防げ。回り込んでくるぞ。全方位を警戒しろ。撃て。高機動型を近づけるな。近づけなければ間に合いない。撃ちまくれ。市街地での戦闘に特化した改良型だと思われます。改良型か。状況への対応が早すぎる。こうも早く新兵器を投入できるものか。このアンドロイドは市街地での高い機動力を発揮するでしょうか。マイヤー一本への移動はリスクを伴うわけです。死を恐れなければどんな危険も犯せる。生物にはとても真似できない系統だ。敵の新型船はアンドロイドを投下し続けています。我々の予想をはるかに上回る物量です。世界中がこんな状況か。
このままだと地球はアンドロイドの星になるぞ。分かっています。何か手を考えなければ。 Alright, Fancy. If I see anybody peeking underneath my legs, you know where you're going. I'm going to send all of our enemies to...